岡崎市子ども自然遊びの森ワンパークは、愛知県岡崎市淡淵町に位置する公共の野外活動施設、公園。八丁味噌仕込みお経大工のお披露目冒険の森2006年1月1日、岡崎市は、産地の面積が87%を占めるぬかた郡、ぬかた町を編入。おつかわ水系に住む人々と森が一つになったことを、木に、市は、 水源の森林を守り、人と自然が触れ合う拠点を作ることを目的として、水と緑の森の駅事業を展開した。暗がり渓谷、岡崎自然体験の森、大田の森など4カ所が森の駅に指定され、同年2月26日から3月26日にかけてオープニングイベントが開かれた。さらに市は5カ所目の新しい森の駅を整備することを計画。これが、 男川穴の南の山間いに作られた子供自然遊びの森ワンパークである。2007年10月に工事に着工し、2010年10月1日にオープンした。総事業費は約5億5400万円。敷地面積は4.6ヘクタール。入場は無料である。3月から10月の利用時間は9時17時。11月から2月の利用時間は9時16時。 定休日は火曜日12月28日から1月4日。2017年から岡崎城下、家康港夏祭りのサテライト会場に選ばれた。同イベントの初日の7月30日、夏だ。ぬかたのわんぱく祭りが開催され、八丁味噌、仕込みお経大工の初お披露目があった。公共交通機関自動車、ありがとうございます。